はい、ジョニー・デップです。今日はですね、デイン・バケーション。これは1989年の7月21日にリリースされた、渚のオールスターズのシングルですね。まあ、渚のオールスターズっていうのは1987年に、モーターといえばサマードリームの歌詞の一節の、渚のカセットにちなんで、なんかカセットでも作ろうかっていうところから始まったぐらいの、とても気楽な話だったんですけどもね。まあつい結構俺なんか気真面目なんでね、やってると結構まあ真面目に取り組んじゃったなと思って、今だったらもっと徹底的に遊んでやるのになと思うんですけどもね。とはいえまあやっぱチューブもチューブでもない、私も小田哲郎でもない、別名義としてのまあなんかそういう意味でのね、やっぱりちょっと気楽な楽しさっていうのはありましたね。まあ何でしょうね、この「デイン・バケーション」という曲もやっぱりちょっとこう夏の切ない一瞬を切り取ったって言いますかね、なんかそんな感じの切ない夏を感じさせる一曲になってると思います。夏の日の「デイン・バケーション」優しさが怖かったよ。風のルーフシャツをなびかせ泳ぎ続け